ロハ、カプアナニハワイフラ TV、 カプアナニユミコです。本日はこちらロイヤルハワイアンセンターに来ています。私の愛用しているこちらのハワイ限定バッグをご紹介したいと思っています。お店がすぐそこにあるので、これから行ってみましょう。それではレッツゴー。雨がすごい降っています。こちらセンターステージですね。センターステージは昨日からフラショーが行われていました。こちらになります。エルベシャプリエというお店になります。じゃあ早速入っていきましょう。アロハー、こんにちは。今もう撮っているんですが、すいません、お願いします。よろしくお願いします。こちらエルベシャプリエのマネージャーさんのエツコさんになります。この私の愛用しているこちらの限定品バッグをご紹介してもらいたいと思っています。はい、ぜひ、はいはい、こちらにはご案内してる。あ、はい、お持ちいただいてる。そうなんですよ、はい、私なんかもう愛用してダイヤモンドヘッドのバランス、新しいハワイの限定に。あ、そうなんですね。おそばに、はい、ぜひぜひください。すいません。ちょうどこのシリーズがパンデミックの直前ぐらいに出たシリーズなんですけど、じゃあ日本の皆様はまだ、そうなんだ、はい、まだ、そうですよね、はい、ご存知ない方が多いと思うんですけど、ね、このダイヤモンドヘッドの柄というのが、はい、エルベシャプリエさんがご自身でぜひっていうお話なんですけど、はい、これは日本にはなくて、はいはい、パリでエフェル塔、はい、世界でダイヤモンドヘッド、世界でこの2つしかこういうペイントのものって今なくて、すごい貴重なものですね。そうなんですね。そうなんです。もうすっごい可愛くて。あ、本当ですか、嬉しい。ねー、そうだ、もう真っ黒になっちゃってそう。あとこちらがちょうど中段がシンプルに見えるんですけど、はい、そこにハワイっていう、はい、レタリングが入ってて、今これもすごい人気があるシリーズですね。あ、そうなんです、はい、さりげなくて可愛いですよね。エルベシャプリーですごくシンプルで使いやすいカバンをご提案してるんですけど、はい、中でもこうさりげなくハワイが見えるとあれっていう、ね、そう、日本の方も電車乗った時とかに、はい、チラッとハワイが見えるみたいな。ですよね。そこがポイントです。すっごい可愛い。なんか大きさもすごく使いやすくてね、そうなんですよ、私中にポケットもついてるし、そうなんですよ、濡れても大丈夫。濡れたら拭いてください、ね、汚れたら濡れたタオルでケアもできるので。そうですよね、すごく使っていただきやすいかなと。そうですよね。なんかパンデミック中ってやっぱりちょっとカジュアルな服装とかが多くなって、はい、もう本当に愛用してました。他にも色をお持ちいただいてますね。そうなんですよ、なんかね、一色じゃちょっとと思って、コーディネートに合わせて使ってもらえたら嬉しいです、ね、はい、すごい可愛い。私実はもう一個限定があるんですけど。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。あ、ご紹介させていただいたはい、と同じようなデザインなんですけど、そこに可愛いって入って、それこそこれのジョギングとか、はい、ハイキングとか行くときにお持ちいただけたら眺めるともいいし。そうですよね、軽くてすごい上手。そうですね、そうなんですよ、ね、こうやって
上ノットしてもらったら、はい、バッグバッグとか肩掛けにもなるので、なるほど、これは今ならではの、そうですね、はい、さらに重宝するシリーズだったりしますので、ぜひ次はこれかなそうですね、これね、かわいすぎる。これが一番最初に出たハワイの限定なんです。ああ、そうなんですね、はい、ここから始まって今3種類に増えました。そうですよね、見てもらえたら嬉しいです ね。何かもし日本の方にメッセージがあれば、 ありがとうございますやっぱり日本の方がすごく多く来ていただくんですけれど、はい、ハワイだとここのお店とアラモアナの2店舗、はい、今、はい、開けさせてもらってるんですけど、はい、実はアメリカで初めての店舗なんです。あ、そうなんですか。そうなんです。日本とフランスにお店はあったんですけど、はい、それ以外の国初めてのお店なので、そう、ここからねエルベシャプレイを知っていただけたらと思ってるので、はい、ぜひ日本の方にも、ね、はい、来ていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。ぜひぜひ、はい、お待ちしてます。マネージャーさんがお待ちしております、はい、明るいスタッフが待ってますので来てください。